いこうぜ一億2023、久保です。更新の励みになりますのでグッドボタンよろしくお願いします。こちら僕の自己紹介です。ご存じない方は一時停止して見てみてください。さてさて、今日のテーマですけれども、永久保存版、たった1時間で1000倍、本当は秘密にしたい激アツ投資法をお届けします。こちらのチャートをご覧ください。マンガーというミームトークンのチャートなんですけども、こちらの始まり値から高値までですね、なんとなんと445倍になっています。ちょっとわかりづらいんで計算してみます。この高値がですね、0.0 が5個で1661。0.0 が5個で1661。で、始まり値が、0.0 が8で3732、これ割ることの 0.0 が8 3732ということで445倍ですねなってんですけども、なんとなんとこれ15分足なんですよ。ですのでこっからここまで445倍になるのに1時間と15分で到達していると。で、このマンガーって何ぞやということなんですけれども、著名投資家のチャーリー・マンガー氏が亡くなった後ですね、15分後にミームトークンとして発行されたものです。で、はっきり言って何も中身ないんですけども、ミームトークンっていうのは、そういうようなものなので、それでも15分後にトークンができて、亡くなった15分後にトークンができて、1時間15分で445倍になっているというのは事実なので、改めて、ミームトークン、ハマった時のね、凄さっていうのは分かっていただけたと思います。やっぱすごいな、ミームトークンと思った方は、グッドボタンを押してお知らせください。そして今日のテーマなんですけども、たった1時間で1000倍ということで、勘のいい方はねお気づきになったと思います。このチャーリーマンガーさんってどういう方かというと、このウォーレン・バフェットさん、世界一の投資家のウォーレン・バフェットさんの相棒なんですよ。ですので、僕の予想ではですよ、ウォーレン・バフェットさんが亡くなった後ですね、おそらく15分以内ぐらいでバフェットトークンっていうのが生まれると思います。で、知名度で言えばウォーレン・バフェットさんの方が高いんですよね。チャーリー・マンガーさんもすごい投資家なんですけども、ウォーレン・バフェットさん知っててチャーリー・マンガーさん知らないって方はの方が多いと思うんですよね。なので、知名度的にどうなんでしょうね、体感で5倍から10倍ぐらいはバフェットさんの方が名が通ってんじゃないかなと思います。なので控えめに話してもですね、このチャーリー・マンガーさんのツイート、ミームトークン、マンガートークンが1時間15分で445倍になってますけれども、ウォーレン・バフェットさんが仮に亡くなった時にですね、そのツイート、ミームトークンが出たら、1000倍は硬いんじゃないかなと、知名度的にね、そうなるような気がします。もしかしたら、もっともっと行く可能性はね、2000倍、3000倍ってなる可能性はありますよね。で、1000倍となると10万円で億に達するんですよね。で、もちろんその始め値でね入るっていうのは難しいとは思いますけども、途中で飛び乗ったとしても相当狙えると思います。で、投資って結構ね連想ゲームがうまいと儲かるんですよ。なので今回このチャーリー・マンガーさんのトークンが445倍になったという情報を見たときに、パッと、あ、これ、バフェットさんがね、仮に亡くなったときに同じような動きになるんじゃないかって、ピンと来る人は、この連想ゲームで儲けることができます。で、ポイントは、連想ゲームをですね、どん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 廃れるというか、おそらく最初うまくいくのは2匹目の土壌、3匹目だとちょっと怪しいかなっていうのが僕の経験則なんですよね。なのでおそらくバフェットさんのが仮に亡くなってツイートでミームトークン出た時はぶち上がると思うんですけども、それにね近しいような、その後同じようなことになるかって言ったらちょっと疑問だなっていうのは
あります。で先ほど1000倍だと10万円で億で、まあ、実質1時間15分とかで、今回はねこのマンガさんのやつは445倍になってるんですけど、もう人生変わりますよね。1時間で1000倍だと10万円で億なんでね。でただリスクあるんで、すごいねリターンもでかいんですけども、リスクもねあります。なぜかというと全く中身がないからなんですよね。ただ資金流入、すごい板が薄い、板というか出来高が薄いところに資金流入してるだけなので、価格は上がりやすいですけど暴落もしやすいということで、まあ、下手な高値で飛びに乗るとすごい大損する可能性というのはありますので、そこはねしっかりと注意して、まあ、そういうもんだと思って、でも10万円で1時間で億に達する可能性があるっていうのは爆発した時のミームコインの凄さでもあるので、まあ、そういうもんだと思って買うっていうのはこの戦略に関してはありかなと思います。この戦略っていうのはマンガーさんのトークンが445倍になった後にですよ、バフェットさんの訃報がね来た時に同じような流れになるんじゃないかっていう連想するという連想ゲームの戦略ってことです。これは悪い戦略じゃないんじゃないかなと。リスクリターンに対して、まあ、もちろんリスクもあるんですけど、その10万円がねなくなるっていう可能性も全然あると思うんですけども、それでももう1000倍とか取れる可能性っていうのも全然あると思うんで、これは大チャンスなのかなと思っております。で先ほども言いましたけども、中身がないんで必ず上がり続けることはないんですよね。必ず暴落をすると思います。でこのマンガートークンも実際はこの始まり値ぐらいまで死んでるんですよね。なので本当に最初のここだけが美味しいという状態です。で、まあ、この手のものは ほぼ中身がないんで、こうなる運命っていうのはかなりの確率で失速、墜落していくんですけれども、まあ、これをねうまくいいところで利食いできれば、もちろん勝ち逃げできるわけじゃないですか。でその一個の非常に強力なサインっていうのがありますんで、そちらはですね概要欄の LINE の方にですね後ほど伝えるキーワードを送ってください。でそしてこのミームコインの発見の仕方ですねっていうのもお伝えしております。僕は普段ねあまりこういう何ですかね、中身がないものっていうのは押さないんですけど、まあ、たまに、まあ、これはリスクリターンで言えばかなり熱いんじゃないかなっていうものはあるんで、まあ、そういうのは紹介していきたいかなと思ってます。で今回で言えばそのマンガーさんの訃報の後に、追悼のミームコインが15分で出て1時間15分で445倍になったっていうのがまず事実としてあって、でじゃあチャーリーマンガーさんの相棒ですよねがウォーレン・バフェットさんである。で知名度的には、まあ、僕の体感ですけどマンガーさんよりもバフェットさんの方がおそらく10倍ぐらいは有名だと思うんですよね。なのでバフェットさん、今回のこのマンガーさんの件を、まあ、全世界の投資家ピンときたわけですよね。仮想通貨をやってる人でピンときた人は多いと思うんですけど、まあ、その時にあじゃあこれバフェットさんがもし仮に亡くなった時には同じような追悼コインが出るなと思うわけですよ。で今回このマンガーさんのやつで乗れなかった人でもそういうところで狙ってるわけなんで、資金流入は今回の日じゃないと思うんですよね、はい、なので、まあ、もちろん何度も言ってますけど中身がないんで墜落する運命にあると思うんですけども、まあ、それでも1時間とかで10万円が1000倍とか狙える可能性が全然ありますから、まあ、これは投資として、投資じゃないな、投機ですね、投機スペキュレーションとしてはすごいいい勝負なんじゃないかなと思っております。ただ注意事項ですね、まあ、いかに早く発見するか、そして売り時を間違えないかっていうのがめちゃくちゃ重要なので、そこはですねしっかりと把握しておいてください。
ということで、迅速にですね発見する方法や売り時が知りたい方は概要欄の LINE にメッセージください。はい、それでは今日も一生懸命頑張って理想の未来を作っていきましょう。僕についてくれば大丈夫です。ディスコに入れば完璧です。今日の動画いいねと思ってもらえたらチャンネル登録とグッドボタン、通知ボタンまでよろしくお願いします。